はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター第6回目やっていきたいと思います。とりあえず飛空艇を手に入れて、まあ、この城っぽいところの前に来ました。ここは試練の城1階。じいさん、クラウンを持っておるのか。腕は確かなようだな。クラウンなんてだいぶ前に手に入れたやつだぞ。試練を受ける者としての資格を与えてやろう。台座に乗るがよい。座るがよいか。そなたたちの勇気が試されることになるだろう。勇気の証を持ち帰るのだ。消えた。さて、進みましょう。とりあえず扉へ入ろう。これは？ワープ。2階。で？これなんだっけ？ワープしながら先へ進んでいくんだっけ。一回来たところはちょっと覚えておかないとね。絶対どっかでほら分かれ道になるから。敵は出る。ラクサーシャ、ラクシャーサ、勝ってと思ったらなんか分かんねえ。そうでもなかった。じゃあ上から。戻された。じゃあ下。キングマミー、燃えよ。燃えてった。あれ寝やがった。そうか、マミーは睡眠攻撃持ってんだっけ。んー、今度は上。もう落とされた。下。結構長そうだな。これさ、ある程度まで行って最初まで戻されたら超悲惨なんだけど。またこのパターンか。キングよ、先に落ちよ。奥から行く。げえ、ここまで戻された。じゃあ手前。なんかことごとく二択を外してる気がする。次は扉がある。ミノタウルスゾンビ、雑魚には変わりない。グレートアクス、売ろう。いや、金はもうすげえいっぱいあるんだよね。ポーション、ホーンドデビル、これ系。そうだよね、魔法使ってくるよね。てかホーンドデビルって出てきたやつだっけ。ファイラー使ってくるやつ。また戻された。何、なんか選択肢がいっぱいある。奥は逃げてった。ファイラー、ファイラー大して食らわないかんね。脅威ではない。まあ、ある程度減ったら。ハイポーションもちょっとそろそろ買っとかないといけないかな。あと何個ある。37とか結構使ったな。割と無駄遣いしてるからね。メデューサ、こいつ絶対石化させられるよ。よし、一番奥。え、ここ最初じゃね。くそ、ことごとく外してるな。ゲー、ここか。おお、ようやくなんか全部のワープ装置いった気がするんだけど。マインドフレア、いきなり逃げようとしてる。逃がしはせんぞ、誰一人。
レベルアップ。敵がいる。門番がナイトメア。鼻息、鼻息ってない、吹っ飛ばされるのかな。いやまあさすがに FF1 でそういうのはないけど。宝箱、癒しの杖。あれこれってなんか戦闘中に使うと回復できるかな。あの道具として使うっていうのはあるはず、そういうシステムは。ルビーの腕はアイスブランド、鋼のコテ。ルビーの腕はだな、そりゃ下がるよね。回避率は上がるけど防御力10下がるのか、結構下がんな。ミスリルメールと比べてどうか。あ、ミスリルメールよりルビーの腕の方がいいじゃん。じゃあこれにしよう。頭とかほぼ装備できねえな。また宝箱がある。スリップ3人出た、全員出た、超めんどくせえ。一瞬で起きんな、早いこいつ。スローまで使ってくんのか。スローは本当厄介だからな。サンダー多彩だな。1ヒットしかしないんだけど。宝箱4つ。モンスタークレイゴーレム、硬そう。全然そんなことないんだけど。柔らかい、むしろ。ガントレット、いいね。これはもう腕でしょ、ちげえし。あれガントレットって何、装備できないこいつ。え、どういうこと。服とかめちゃくちゃ防御力下がるんだけど、服着るだけでこんなに下がんの。え、ガントレットって何。スカウト3、書いてあんじゃねえかよ。スカウトヒール。え、これって装備してなくても使える。杖はさすがにないよね。全然なんか、あ、炎を防ぎやすくなる。霊気の力が宿る剣、巨人に有効。一応そういうのあるんだ。え、何ガントレットでも装備できるやつがいないんだけど。え、ネズミの尻尾を手に入れた。いやこれが勇気の証なんだけどさ、あいつなんなんは。血を離そう。ドラゴンゾンビ2体、普通に敵として出てくるんだけど、こいつら雑魚だな。これ帰れる、こっから。そういうことか、助かる。じゃあちょっとバハムートのところに行きますか。まだ会ってないけどね。さて、じゃあこっちの方にいろいろ穴があったと思うんですけど、前回終わるときにね、この穴に入るんだよね。違う、飛空艇ごと入るんじゃなくて、ドラゴンの洞窟、地下1階。はるか昔、ドラゴンと人間が共に生きた時代もあった。おい、ここじゃねえのか。どこだ。ここしらみつぶしに行くしかない。っぽくない、この長い通路。これはもう形がそれっぽい。ここは竜王バハムートの部屋。失礼のないようにな。竜王バハムートはその心眼で真の勇気を見抜く。バハムート様じゃないんだ、お前らが失礼だろ。勇者と呼べる人間は久しくいなかったが、お前たちならば真の勇者と認めてもいいだろう。ネズミの尻尾こそ勇気と力の証、望むがよい、お前たちに勇者の称号を与えよう。これでようやくクラスチェンジ。
こう成長した。ナイト、赤魔道士、スーパーモンク、スーパーモンク、なんかでかくなったよね。クリスタルに祝福を。バハムートの役目はこれで終わり。帰りましょう。でさ、ちょっと気になるのがさ、これ癒しの杖使えるじゃん、普通に使えるじゃん。毒針とかマジ毒だよな。てか730とか超強いんだけど。ヒール、どれだけ回復する。ヒールって大して回復しないよね。やべえ、スーパーモンクが異常なんだけど、異常な火力を誇るようになってしまった。毒食ってるけど、これステータス上がったの、ちょっとわかんねえ。前のステータスと後のステータスをで一応ちょっと見てこ、いろいろお会いしたか。もうあったよ。精神を試すため試練の城へ行き、勇気の証を取ってくる習わしがある。時としてその姿を変える。見た目に騙されないこと。てかここあれだね、なんか宝箱とかないっけ。情報だけ、ドラゴンが住んでるよっていう、それだけかな。さてそれじゃあどこへ行けばいいんだ。飛空艇でちょっと行けそうなところを探そう。ここら辺は降りれないかな。この町、ここ降りれる、降りれない。いやここ降りれねえわ。着地点、着地点を探せ。ここか、ここから歩いてけってことか。じゃあさっきの町へ行こう。ルフェイン人の町、ルーパーカーミード。あ、そうだ、こいつは言葉が通じねえんだ。何、全員通じないっけ。ルーパーカーミード、みんな一緒だな言ってること。じゃあここじゃないってことだな。特に何かがありそうなわけでもないんで、もう一回引く手に戻ろう。じゃあこっちの町、音楽の町買い足していこう。てか人がいねえんだけど、買いだけ買う。すっげえ金持ってんな。踊り子がいる。足があるって楽しい。なんだ、キャラバンのアンダーヒルが変なもん持っている。兵士がいる。空気の水。200年前神殿が海に沈んだ。人魚が住んでいる。ここはあれか、生き返らせるところか。全然お世話になってないけどね。死んだら教会で蘇らせられます。構うなよ。魚がさっぱり釣れねえ。コペンのやつ、光ってる何かが落ちてるのを見た。公表、200年前は立派な町、滅ぼされたって言ってたよね。そういえばあんたの足は自分のものかい。え、なんだ、人魚がまつわっているのか。セーバー、攻撃と命中を上げる。自分のかよ。ブライン、仲間同士でも覚えられないか。即死を防ぎやすくする。ラヒーラー、これあると便利そうだけどね。お父さんはキャラバン、今は西の砂漠に行っている。砂漠の北の端にある森の近くで休む。ちょっとこっち出ちゃうな。ドラゴンがいいんだけど。これは驚いた、人間が称号を得たというのか。ここでも一応ヒントをくれんのかな。海に沈んだ神殿には財宝がある。言葉や文化を記したいくつかの石板。ルフェイン語、天空人と呼ばれていた人々が使っていた。
ウネはいつも言っていた。ロゼッタ石があれば話せるようになる。そうか、それを見つけるんだな、まずは。ここはなかなか豪華な宿屋だな。300ギルの価値はある。武器屋とかは特にないね。なので魔法も大したあれじゃないから、ちょっと魔法を揃えるか。まあ意味あるかって言われたら分かんないけど、買えるもの買っておこう。ケアルアを買おう。バッファイ覚えられるんだ。全員の炎のダメージか。あ、全員って言ってもな、炎って言ってもな火力で押し切れば問題ないから、いらない。テレポは一応覚えておくか。一つ前だからね、何回か使わなきゃいけないっていうのがめんどくさい。てかダテレポ覚えられんじゃん、覚えよう。プロテアもいけんのか。よし、覚えとこう。ストナは無理、回避率はいいや。サンガーいけるね。よし、オッケー。レベル6は赤間同士になって覚えられるようになったんで、これでいこう。じゃあキャラバンがいると言っていたので、どこだ、森、タイガーがいっぱい出てきたな。キティタイガーは大したことないでしょ。サーゼルタイガーが問題だな。全然問題でもなんでもねえわ。火力が高すぎる。レベルアップ、いや、なんかめっちゃ上がってるな。やっぱりエクスポーションなんてあんの。キャラバン、へい、いらっしゃい。妖精の瓶、え、なにこれ。前度ありー、ちょっと待って、何に使うんだ。大事なものか。妖精が入った瓶、いや、わかんねえ。なんか売ってんだけど。力の薬、巨人の薬、プロテスドリンク、スピードドリンク。一時的に最大ヒットポイントが上がってすごくない？一応10個くらい買っとこう。巨人の薬も買っとこう。プロテスト、スピード、あ、素早さが上がれば攻撃回数増えるのかな。いや、一応10個ずつ持っとこう。金はあるんだ。OK。これなんかさ、入るたびに変わるとか。ないよね、ないわ。キャラバンってこれだけ？店があるだけじゃねえか。で、妖精の瓶がなんだ、どこで使うんだこれ。使う場所は決まってるんだよね多分。先制攻撃、レベルアップ。え、なんだ、あと行ける場所を探そう。こんなところに町がある。ガイア、え、なんだ、妖精か。どっか行ってしまった。鷹の目と呼ばれている。南には鷹の翼と呼ばれる古い町がある。鷹の翼、あそこの言葉は全然わからない。ああ、ルフェイン語ね。知らない、じゃなくて信じらんないか。この町、泉に住んでる妖精を見かけない。ああ、なるほどね。西にある城は勇気と力を試す。ちょっと武器屋見よう。いいもん売ってっかな。猫の爪、弱い。5万2000円とか高っけえな。攻撃回数が高いのかな、その分。ルビー、あ、ルビーの腕輪とか増えるんだ。守り、重さ1、重さ1はいいな。重くないのはマジで助かる。あ、ガントレットあんじゃん。なんでさっきなかったの。あ、こいつ装備できる、一気に上がんな。
て魔法屋もあるね。空気の水が湧く白魔法覚えられる。そもそもホーリーバウルデステル何も覚えられん。赤魔同士じゃ太刀打ちできねえ。ストップデジョンキル微妙だな。あれ右にもある。ケアルガは無理。一部の状態異常を直すがガディア黒魔法多分もう何も覚えらんねえよ。ブリザガはいけるか。ブレイクは無理っしょ。そうだね。一応基本的な崖は覚えられるんだね。で泉に行こう。外出ちったよ。妖精どうだ。空を駆け巡り天高く城を築いた天空寺の伝説。どっから行くんだこれ。こっちから行けるか。あれ道具屋さんがある。すっげえ普通なんだけど。ルフェイン語を研究している学者の話。ここ教会だし。別に悪いことをしたと思ってね。捕まえた妖精はキャラバンに売った。え、それをさらにさ、俺がさ高値で買い戻したのか。あ、いるじゃねえか。瓶から助け出してくれた。空気の水を汲んできてあげる。もう妖精は大丈夫なの。ぼちゃって言ったけど。で限りなく空気が湧き出てくるのは分かったけど、海底に行くんだろうな。でここの大陸があれか。海底に行くってなるとなんかここ怪しいよね。行けんのかな。あでもカヌーで行けそうだな。ちょっと行くだけ行ってみるか。減ってっから一応一回コテージ使おう。これは寝やすそうだ。寝袋なんかとは違って寝袋とかその場で敷いてるからね。とりあえず滝壺に突っ込んでみよう。カヌーで出る敵は一緒だ。もう逃げようとしている。レベルアップ。これさ魔法使えねえんだけど。回数がない。ネオ中どうだ。滝の裏の洞窟ここでいいのかな。というわけで、じゃあ今回はここまでにして、次回はこの滝の裏の洞窟から、進めていきたいと思います。ジョブチェンジしてね、もうめちゃくちゃ火力が高くなったんで、なんかとりあえずこのままご利用していけるような気がするんで、まあ、どんどん進んでいこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。